村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は、音楽制作の最終段階マスタリングについて、少しお話ししたいと思います。今画面にあるのはスタジオ1プロフェッショナルに、標準でついているマスタリングツールです。従来マスタリングツールというのは10万円もするようなソフトが多くてですね、なかなか、これは別分野、ミキシングまでは、自分でしてもですね、マスタリングというのはプロに任せるというのも数年前までの常識でしたけれども、この頃はこういうツールが出てですね、この、今6曲のアルバムをここに WAV ファイルを並べたんですが、今回はですね、音としてのマスタリングはほぼ完成形にしております。そしてですから、ここでも一応マスタリングのプラグインは入れてるんですが、若干微妙に合わすヴィンテージ EQ と、そしてステレオのイメージャー、そして最終段階のマキシマイダー、この3つのプラグインをマスタリングソフトをゾーンにセットしてあります。ちょっと画面消しますね。そして普通に並べるとですね、ここは各曲これ約2秒ぐらいのですね、これ今は1コマが 0.5 秒かな、の隙間が自動的に配置されて、そしてこういう上下ですね、例えばフェードアウトしてインするような時のためにこう2曲目とはこう互い違いになってまして、重ね合わすことももちろんできます。CD だけじゃなくてですね、視聴用音源作ったりですね、そういった時にも。誰か突然iPad が自動的に喋りました。失礼しました。ということで、次にですね、上のメーターはピークと RMS。RMS というのはですね、人間の耳で聞いて平均的に、こう感じる音圧のことです。ピークはもちろん、マックス0デシベルで、そこを超えるとやっぱり音割れの原因になったり、するという、そういうメーターを見ながらやるんですが、今こうざっと見た時に6曲目が、見た目だけでもちょっとこう波形が小さいなと感じるんですね。こういう時はもう単純にですね、これでボリューム調整することができます。今シフトキーを押してるんですが、シフトキーを押すとこういうふうに微妙にですね上げていくことが できます。まずは見た目の範囲で 2.5 ぐらいでいいかな、これぐらいの音圧に揃えました。というかこれですね、これ揃えないとどうなるかというとですね、例えば元のところぐらいですね、1、0、はい、こうなってますとやっぱり聞いた時に、はい、ちょっと寂しさ感じますので、マキシマイダーとかコンプで上げすぎるとですね、圧縮がかかりますので、どうしても
音の歪みにつながりますから、ここはもう単純にボリュームで上げるといいと思います。そしてもう一度、それぞれの体感で、こんな感じですね。じゃあ一個一個がですね、ピーク大丈夫かとかいうところを少し見ていきます。そして、RMS の音圧ですね。だいたい今13ぐらい打ってますね。今ピークのホールドを2秒にしました。15-16 まで行ってますね。はい、これも15超え。はい、これも 15.2 ぐらい、ここのことを言ってますね、今。いい感じですね。これもサビのところで14。これ数字が少なくマイナスですので、数字が小さい方がいいんです。ロックなんかの場合はマイナス10ぐらいまで目標をしてもまあいいですが、なかなか、難しいです。それとですね、これ見ていただいたら、初期というか最初にしているマスタリング、各曲でしているマスタリングがまずまず成功しているか成功していないか、それを見たりするのはですね、じゃあちょっとオドンを立ち上げて、今は、バイパスを切って動かしますが、見たいのは波形を見たいだけです。こっちの波形ででもいいんですが、僕はこっちの方が見やすいので、だいたい200、300、400ぐらいのとこがこうこのセンターより超えてて、そして高音のところが徐々にこう下がっていくと、こっちのメーターで見てもらってもそうなんですが、こういう波形ですね。他の曲も見ていただきましょう。ちょっとこの曲は下音の高いところが入っているんで、ちょっと後ろが上がり気味ですね。はい、これもベースが入ってますが、かといって低音がむちゃくちゃ出てるわけではないです。はい、低音がさっきと同じぐらい上がって、最後右下上がると、
こういうふうにですね、やっぱり人間の耳が聞いて心地いいというね、この100、200、300ぐらいのところが若干センターより上がってですね、そして5キロぐらいからこうずっとこう下がっていく。これもしこの先ほどの波形が本当に真横もしくは右上がりとなると、かなり耳にキーンとくるようなこう体感というかですね、人間の耳にはそういうふうに聞こえるはずです。今見たように前が少し上がってずっと下がっていく、これがですね、どんな曲をするにしても特殊な曲じゃない限り、こういうようなバランスになると一言で言う聞きやすいというね、波形になるということです。そして、このソフト、じゃあこの最後のマスタリングをどうしてこのオードン入れたかというのはですね、やっぱりこうこれをバイパスしたりしないでするとですね、最後もう一息良くなったなっていうのがちょっとわかります。見てください。じゃあかかってます。今切ります。また入れます。すごく輪郭が出てですね、こうはっきりするのが分かります。また切ります。入れますね。今スレッショルドが 2.7 の状態でです。これですね、もちろん上げるともっと音圧上がります。今点をピークをマイナス 0.7 にしてますが、ここまで上げると、もちろん上がっていいんですが、今回の曲全体的に透明ということでロックではないですのでですね、あんまり音圧が上がりすぎててもですね、じゃあここに、オドンではモデルというのがあるんですが、モデルっていうのはモデルでも表情が変わります。好きなのを選べばというところなんですが、耳でですね、ここらはどういうことかというと、僕は今回、この IRC の4というのを使いました。マニュアルなんかを読むとですね、これのこの一番下を選ぶとですね、若干解像度が良くって、CPU が弱い時にはあまり使えないということなんですが、やっぱり繊細な音、透明感のある音に、なりやすいということです。例えばこの位置と比べますよ。はい、ここ高音のところの繊細さ、YouTube ではちょっと分かりにくいかも分かりませんが、とっても高音がクリアな感じがします。
それで、まあこれかけた状態ですね。そして次はまあまあ EQ はもう本人の OK も出てますので、もうあんまりまあ変えないでおきます。今回はセッティングはしましたですけどね。あとはイメージャーです。ステレオのイメージ感を出していきます。で、この辺ですね、バンド2というのところはだいたい声成分、こっち楽器成分ぐらいです。声を上げたらダブリングかかったぐらいのステレオになります。その代わり広がりますから芯がなくなります。それぞれの場所で掲げる旗はなくてもいい、心には楽器のあたりは少々広げても OK です。はい、じゃあこのマスタリングをバイパスします。もう明瞭感が全く違いますよね。じゃあ音作りはこれぐらいにして、次はギャップです。この曲春を化けていてゆっくりな曲なんですね。これこういう曲の場合はやっぱり終わった後少し余韻が欲しいですので、ここをですねちょっと普通の曲前より若干後ろに、こう下げてですね、まあ1秒ぐらいの範囲だと思いますが、ちょっと余韻を作って、はあ終わったみたいなね、感覚のために、この曲間っていうのも曲によって考えるというのがマスタリングの基本になっていますが、例えばこの曲ですね、一番最後の曲はフェードインから入るんですね。時はあんまり曲間が長すぎるとですね、すごくこう待った感じがしますので、こういう曲の場合は今あの2秒ですかね、これちょっとあえてこうひっつけてもダメですが、これシフト押しながらすると微妙に持っていきますので、こういう感じで、そしてまあ余韻からほかの曲より、こうやって早めに入るようなこととかですねができる、こうマスタリング機能になってます。そして、ここでですね、一つ一つはもうちょっと書いたんですが、こうアルバムのですね、アートワークを入れたり、することができます。これはあの MP3 とかで、送った時、例えばサウンドクラウドとかに、送った時はここにこの絵があるとですね、サウンドクラウドでも MP3 として、使えますが、例えばそうですね、僕の使っているソフトではベガスというような動画ソフト、この MP3 をこいつが読んでしまうとですね、なんとなくあのいわゆるこのアートワークに対応してないものはうまく読み
読めないとか、そういうこともあるので少し気をつけることが大事だと思います。そして出来上がればですね、このプロジェクトっていうメニューから、オーディオ CD に書き込みということで、CD に書き込みます。今は CD ちょっと今テストですので入れてませんので、あとは書き込みスピードですね、マスター書き込むときはなるべく遅いので書くと、まあ、エラーの確率が少ないと思います。できたら16倍速から、今は大体の CD が54倍速ぐらい対応ですが、まあ、マックス32倍速ぐらいで、書き込むようにするのがいいんじゃないかなと、そんな風に思いますし、あとはここから直接サウンドクラウドに、アップロードしたりとか、そういった便利な機能もたくさんあります。また今日はやりませんでしたが、マスタリングを曲を作った時にやってない場合は、ここにですね曲ごとに、インサートすることができます。ここで、このプラスでですね、マスタリング系のソフトをこうやって入れるとですね、一個一個にマスタリングをかけたりということができるので、まあ、こちらで最終マスタリングをしてもいいですけれども、でも、まあソングを作るときに、マスタリング もやっておけば、まあ、仕上がりイメージが分かりやすいというのもありまして、また、まあ、僕はもう、ソングのところで、1曲ずつやってるというのが実情です。まあ、こんな感じで、とても優秀なソフトとなってますし、メーターなんかも充実しています。こういうふうに今のような波形もありますし、FFT にすることとか、オクターブグッズの愛嬌ができたり、3分の1オクターブ、そして12というのはいわゆる半音ずつですねのばらつきをこうどこが出てるかとかっていうのも見れます。あとは、セグメントに分けたり、こういうような波形をグラフィックスで、見るような、そういうようなメーターもいろんなものがついておりますので、マスタリングにはもうメータリングはいらないぐらいで、できると思います。ステレオイメージャーもこの右端に、ついています。まあ、今日のお話は少し長めになりましたけれども、スタジオ1のマスタリング機能プロジェクトっていう機能ですけれども、これを少し皆さんにご紹介しました。ありがとうございます。